なんとね、野田とルイボーがね、ちょっとバチバチしてますね。あ、ちなみに、YouTube の方で、ルイボーがね、野田さんの家に行ったやつ、上がっていたんで見ました。なんか面白くなかったよね。ただ、ルイボーがさ、玄関先に訪れて、野田が寝てて、なんかちょっとやりとりしてみたいな。野田が気乗りしなかったみたいなね。まあ、俺ん家に、不法侵入して被害届出すぞってなったら、エンタメが分かってないと言っていたやつが、配信上の小競り合いで被害届出してるって本当って、まあ、このやつっていうのはルイボーのことを指してますね。ルイボーがエンタメ分かってないなんて言ってないって言ってますね。鍵開いてるからって勝手に他人の家に入ることをそれを不法侵入って言うんだけど、法律知らないのに語ってんなって怒られてんじゃんね。まあ何でもいいんだけどさ、要するにさ、このルイボーと四季さんが新八丁の足を引っ張ってるってことだよね。新八丁のためと見せかけて自分が目立ちたい、自分のコンテンツをねでかくしたいっつってね。俺思うんだけどさ、それもう一目瞭然なわけでさ、七子とかさいっぱいいるじゃん、新八丁のさ囲いども。ルイボーとさ四季をさぶっ潰すこと考えろって思うんだよね。朝こっちとかさ、何やってんだよ本当。どいつもこいつももう無能だよな。この大人じゃないんだよやってることが。この美容師崩れがよ、このバカ野郎が。